昔々、一軒の質素な宿屋がありました。宿屋を切り盛りするのはほとりの親切そうなおばあさんだけでした。時々旅人が宿泊することがありましたが、不思議と宿泊した後人は皆姿を消してしまうのです。さらにその宿屋では農業をせずとも多くの牛を飼っていました。ある日、ほとりのお坊さんがその宿屋に泊まりました。いらっしゃいませ、どうぞゆっくりお休みくださいと、おばあさんは心を込めてお坊さんをもてなしました。お坊さんは満足して就寝しましたが、深夜に何やら音がして目を覚ましました。起き出して音のする方向をごっそり覗くと、おばあさんがいろりの周りにゴマの種をまいているのが見えました。おばあさんはゴマの芽を摘み取り、怪しい粉と混ぜ合わせて美味しそうな饅頭を作っていました。お坊さんは恐ろしさを感じ逃げ出そうとしましたが、どこへ行けばいいのかわからず朝まで待つことにしました。翌朝、おばあさんが饅頭を持ってきて朝食にどうぞと言いましたが、お坊さんは昨夜のことを思い出し、昨夜はたくさん食べましたからまだお腹がいっぱいですと断りました。すると、おばあさんが部屋を出て行った直後、近くの部屋からもうという牛の鳴き声が聞こえました。お坊さんが駆けつけると、おばあさんが牛を引いていました。おばあさんが我が家の牛が部屋に入ってしまったのよと言いながら、牛を庭へ連れて行く様子を見て、お坊さんはすべてを理解しました。この宿屋で消えた旅人たちは、おばあさんが作る饅頭を食べると牛に変えられていたのです。しかし、お坊さんは何も言わず、今夜も宿泊させてくださいと言い残し、宿屋を出て町で本物の饅頭を買いました。夕方に宿屋に戻ると、おばあさんが再び饅頭を出しましたが、お坊さんは素早く町で買った饅頭とすり替えておばあさんに渡しました。おばあさんがその饅頭を食べるとたちまち牛に変わってしまいました。こうして、お坊さんは恐ろしい宿屋の主人を退治し、その後は平和に過ごしたと言われています。